水本源は、石川県出身の社会人野球選手。野の市町立野の野市中学校時代は、白山のみボーイズに所属。野モジャパンにも選出された。大阪桐蔭高校に進学後は、藤波慎太郎や森友やらと甲子園春夏連覇を成し遂げる。首相も務めた。高校卒業後は、東都大学野球のアジア大学に進学。 在学中は5度のリーグ優勝と2度の日本一に輝き、大学でも首相を務める。大学卒業後は東方ガスに入社。2019年4月のオープン戦中に右膝靱帯損傷の大怪我を負うが、リハビリの末に2020年1月より練習に復帰した。メインは左投げだが、右投げでも遠投80メートルをマークする。 小学校時代にエースを務めていた時は、本来の左投げだったが、高校時代途中まで野手としてプレーする際に、内野も守れるようにと右投げに取り組んでいた名残である。社会人としても、両、投げで登録されている。AB、選手、スタッフ紹介東宝ガス公式野球部。www.tohogas.co.jp。 2020年1月14日閲覧。大阪党院、水本首相、歴史に泣き算だから、高校野球ニュース。n i k k a n s p o o r t s c o m 2020年1月14日閲覧。アジア大学、水本元,元選手2013年インタビュー。高校野球 .com。2020から01から 14jp 閲覧。 水元源東方ガス選手。週刊ベースボールオンライン。2020年1月14日、閲覧。雪、水元源選手が東方ガスに加入。大阪東院、アジア大で、首相ドラフト会議ホームページ2020、ドラフトホームページ。ドラフト会議ホームページ2020、ドラフトホームページ。プロ野球ドラフト会議に関する総合情報ページ。 2020年1月14日閲覧。東方ガスに頼れる25歳が、復帰高校、大学で、日本一を知る藤波と同期のあの男。毎日新聞。 https://mainicahi.jp:/ama-basaballl/articles/20200920/k00/00m/050/081000c2021 年1月19日閲覧。水元元元。週刊ベースボールオンライン。2020年9月25日。閲覧。 ありがとうございます。